すでに変わって始めてきてますよね。さあ、この特殊な羽はですね、実は1年に1回、生え変わります。はい、さあこのね、生え変わる羽の時期ですけども、だいたい7月の後半から8月の後半にかけてね、この羽の抜け変わりの時期があるんですけども、この時期換羽期と言いまして、全身の羽がもうすべて抜け落ちます。この換羽期はですね、非常に体力を使うと言われておりますので、なんか気になるものがあったようですね。全身の体力を使うと言われておりますので、餌もほとんど食べなくなりますし、水の中にも入らなくなってしまうんですね。そのためこの海まで遠足というイベントもですね、この8月1日から8月31日までね、1ヶ月間お休みをいただいていたイベントなんですけども、換気も順調に終わりましたので、ただいまこの遠足で再開しているイベントとなっております。はい、では皆さん後ろからついてくるのも OK なんですけども、近づきすぎますと糞が飛びますので、近づきすぎないように気をつけてください。はい、座面に後ろに向かって糞を飛ばすんですけども、はい、飛距離に